アルビレックス新潟対大分トリニータ。この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。さて北澤さん、今日はどんな試合になるんでしょうか。はい、両チームいいところ持ってますからね。まずはどんな立ち上がりになるか、その辺に興味ありますよね。そしてディフェンスラインの崩し方、切り込み方などにも注意してみたいですよね。そうですね、大分としては最初からプレッシャーをかけてくると思いますよ。はい、今日は非常に楽しみな一戦を迎えています。さあ、選手の入場です。今画面に映りましたのが本間キャプテン。マさあ、まもなく試合です。キックオフでスタートです。下がったボールはマルシオ・リシャルです。一人駆け上がっていきます。左サイド、ここでホイッスルがありました。フリーキックとなります。いくか、左サイド厳しいディフェンス、ここは阻まれました。オベル、これはファールです。フリーキックになります。エジミウス、後ろからチェック。挟まれる。いい守りを見せました。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。チェックが入りました。チェック、右へ回す、つながりません。後ろからのマーク、ボンマ、だんだんとこうチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっていませんか。そうですね、パスの精度もありますけど、もう少しバリエーション変えてもいいでしょうね。もう1回、本間、マルシオ・リシャルです。これは読まれていました。スライディング、合わせて、ここは一難逃れます。強い、右からチャンスを作った。細かいボールの奪い合い、ここで奪い合う。ヘッドで競り合います。この時間帯から急に相手を中盤で封じてきていますか。パスもよくつながってますよね。チェック、さあ固まっている、もったいない、低
かし北澤さん、今相当長い距離を走ってきたんですよね。惜しかったですよね。距離で持っていけるんだという自信が見られますよね。左へ出した。そしてここは永田、チェックが入りました。ロスタイムは約2分と出ています。ウェズレイ戻しアプローチしていく、戻す高橋、ここで笛です。今突き起こされました、イエローカードです。堀に直接フリーキックを得ています。なんとかクリア、ここで前半終了。さあ北澤さん、今のところどうご覧になられますか。大分としては序盤でいい攻撃を見せてましたよね。なのでね、後半も同じ調子を目指せるといいんでしょうね。ですから後半の立ち上がりが注目なんですよね。ではここまでの流れですが、前半31分、ペドロ・ジュニオール、なかなかのシュートを見せてくれました。はい、そうですね、外れはしましたけど、絶妙なパスをつなげてシュートという典型的なパターンができてましたよね。さらにまた重要な場面があったんですが、前半41分、エジミウソン、非常にいい形でシュートを打ってきました。そうなんですよね、ゴールには至らなかったんですけど、場所としては申し分ないところでしたからね。打った選手にとっては残念でしょう。大分としてはしっかり修正してこの後挑まないといけませんよね。後半どういう試合展開になりますでしょうか。前半が終わったところで点差はありません。両チームスコアのないまま折り返します。後半スタートです。どちらが先に均衡を破ってくれるんでしょうか。アプローチ、預ける、ジュートン、チェック、しかし繋がりません。アプローチする、中央から上がっていった、ボールを奪う、内田、カット、これは長すぎました。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。いいマークですよ。下げて、ここは永田、ジウトン、さあいけるか。ここは精一杯クリアします。ディフェンス必死に守ります。これはコーナーキック、ヘッド、ゴール、取りに行った。敵地で先制ゴールを挙げました。セットプレーにうまく対応しました。後半で試合が動きました。でもボールはポストに行ってましたからね、しょうがないでしょう。さあ画面にはリプレイが出ています。しかしこの先制弾いかがでしょうか。新潟としてはここからどんな形を見せるかですよね。さあいずれにしても面白い展開になってきました。さあアルビレックス、先制点を許しました。そうですね、新潟としてはちょっと嫌な展開になったということでしょうかね。早くも攻守が変わっています。トリニータ、さあトリニータ早速ボールキープした、チェック、見せますね、通ります、後ろからさらに行く。さあ固まっている、左へ回す、矢野、アルビレックス、ベンチで誰かアップを始めているようです。これは通りませんでした。ここで奪い合う、よく守っている。さあこの位置でタッチを割りました。パス右にさばいて、おっといいボール出ました。いいディフェンスだ、縦にボールが出て、もう一度チャンスになった。
左サイドへ出す。ヘッド。おっと。オフサイドか。なるほど。ああ、なっています。軽く出して左。今後半の40分が経ったところ、藤田パスを選択。いいところです。戻し、さあいけるか。もう一度つないで、クリアボールはラインを割りました。コーナーキックになります。ディフェンスでした。クリアです。そして今笛が鳴りました。試合終了。取りに行った。1点差で勝負、逃げ切りました。北澤さん、今日の試合を振り返っていかがでしたか。大分としては終始自分たちのリズムで戦いましたからね。いい内容の試合を見せてくれたと思いますよ。全体の調子も良さそうですね。そうですね。さて、それではざっと今日の印象に残る場面を思い返してみましょう。前半31分、ペドロ・ジュニオ、得点にはなりませんでしたが、惜しいシュート蹴り込んでいます。はい、ゴールには至らなかったんですけど、直前のパスも非常に良かったので惜しいプレーだったと思いますけどもね。もう少しですよね。そして今日の重要なシーンとなりました後半14分。ああ今映りました、うん、高松先制となるゴールを奪いました。ええ、セットプレーも評価できるんですけど、ポストに当たってましたからね。キーパー反応できないですよね。試合を終えてみますと結果は1対0、トリニータ見事試合をものにしています。さあそろそろお別れの時間です。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラでした。それでは画面のハイライトシーンを見ながらのお別れとなります。皆さんまたお会いしましょう。